はいどうもこんにちは。僕はずんだもん。今回もストローク実況をしていくのだ。実戦で使える竜の立ち回り3戦を紹介させていただきます。その1、有識サプレッサー。ストロークというゲームは高速ラッシュで近づいて発生が早く判定の強い通常技で攻めるのが強力なのだ。ラッシュが来ると前もって構えていても距離、タイミングによって止めれたり止められなかったりするのだ。ルークにはラッシュ止めに対するラッシュ技が存在します。それがラッシュサプレッサーなのだ。ただでさえ強いラッシュ技があるわけですが、それを通常技で止めようとするとサプレッサーは体を後退させた後に殴りかかるという動きをするので、ラッシュ止めの置き技をかわしつつラッシュサプレッサーが当たるようになっているのだ。しかもガードさせて出す1フレーム有利で投げまい、ストロークの中でも強技の一つであり、ルークの強さを支えている技となっているのだ。ユーズ界の皆様はユーにもこんな技があったらいいのになと思ったことはないでしょうか。あります。ユーにもサプレッサーっぽい技があるのだ。ということでぜひ使っていただきたいのがラッシュ中速投です。やり方は簡単で、ラッシュした直後に中速投を入力するだけなのだ。中速投は必殺技なのでラッシュ慣性がかからずその場で停止してしまいます。中速投は一瞬体を止めた状態から蹴りながら前進してくれるのだ。まさにルークのサプレッサーと動きが同じですね。試合で使っていますが効果は絶大なのだ。ラッシュ止めの通常技に中速投が面白いくらい当たってくれるのだ。対戦相手がガン待ちをしているので近づこうとすると反応して牽制技で止められることがあります。このような相手にはラッシュ中速投を使ってほしいのだ。相手がガードするようになったらラッシュ技をガードさせて密着有利フレーム状態を作ったり、ラッシュ投げをして相手を崩せるようにしていきたい。開幕の距離がちょうど適正となっているので試合開始直後から使っていくことができるのだ。ラッシュ中速投の良いところはドライブゲージ1本で仕掛けていけること、悪いところは必殺技なのでラッシュ慣性がかからずガードされると8フレーム不利になること、めり込むと確定反撃を受けるので使用できる距離に制限があるのだ。あとは必殺技なのでインパクトを合わされたらどうにもならないことくらいですかね。ちなみにですがラッシュ中速投以外にも着速投や角波衝撃でも試してみたのだ。着速投の発生15フレームは優秀ですがガードされて11フレーム不利のため運用が難しい。発生12フレームの弱波衝撃、発生19フレームの中波衝撃、波衝撃は上半身を後ろでためモーションするところがサプレッサーと似ているので期待できそうなのだが、ラッシュ慣性がかからないためリーチが短すぎて実用は厳しい。特殊技の多い竜ですがどれか一つでもラッシュサプレッサーと同じ使い方ができたらよかったのだ。でもラッシュ中速投がありますので有識ラッシュサプレッサーとして活用してみてください。ガン待ちはするけど止めようとする相手に非常に効果的なのだ。その2、連キャン置き攻め。画面端で相手を投げると密着状態足す17フレーム有利となります。ユーには起き上がり18フレーム目に重なる持続技はないのでセットプレイを組み込んでいかなくてはなりません。今まで紹介してきたものをおさらいするのだ。投げ5弱キー、投げ投げ5弱キー2弱ケイ、投げ5弱キー5中キー、
1フレーム猶予があり持続重ねですらないですが実戦で使ってます。このように投げた後の置き攻めを仕掛けるわけですが、有利フレームが取れる打撃持続重ねというものがありませんでした。しかしアメリカ最強の竜使いパラディン君の試合を見ていて発見しましたので紹介させていただきます。投げ2弱 K 連キャン5弱 P 2弱 K は5弱 P で空振りしても連続キャンセル可能です。最速で入力すると5弱 P の持続3フレーム目が起き上がりに重なって足す1フレーム有利を取ることができるのだ。当たっていればそのままコンボにつなげていく。5弱 P 3回オーバードライブ竜巻、ガードされていたら強引に投げたり弱攻撃連キャンをしてガードが崩れるのを期待する。弱攻撃の連キャンを置き攻めセットプレイにするなんてパラディン君の攻略は先端を行っているのだ。2弱 K、5弱 P の連キャンは最速入力となります。連キャンのタイミングがシビアで入力速度も速い。高い精度が求められるためたくさん練習をして身につけていくのだ。その3、挟ん連撃セットプレイ。存在を忘れている方もいるかもしれませんが、画面端で当てた後にセットプレイを仕掛けることができるので3つ紹介するのだ。そもそも不破産連撃を画面端で当てる状況がないと思うかもしれません。ラッシュ5弱 P 不破産連撃、起き上がりに4フレーム弱攻撃で暴れる相手に効果的なのだ。不破産連撃を当てたら足す36フレーム有利となります。不破産連撃5強 T 投げ、相手の起き上がりに投げ持続を重ねることができるのだ。破産連撃5中期弱破衝撃、弱破衝撃の17フレーム目が起き上がりに重なってガードさせて足す2フレーム有利となります。相手が投げ抜け3フレームディレイをしてきた時後ろ歩きシミー可能ですが、シミーを誘うなら後方ステップが無難なのだ。破産連撃強速投、強速投の37フレーム目が起き上がりに重なってガードさせて足す3フレーム有利を取れます。未中 P 中破衝撃でガードさせれば合計で 1.5 本ドライブゲージを削ることができるのだ。中破衝撃をガードさせた間合いは離れるので確定反撃も受けづらいのだ。以上、今回は竜で実戦で使える立ち回り3戦の紹介をしました。ラッシュ中速とパラディン君の連キャン置き攻め、どちらも優秀なのだ。使えるものは全部使って竜のポテンシャルを引き出していきましょう。ご視聴どうもありがとうございました。